はい、今日はハロウィンにぴったりのかぼちゃのお化け、ジャックオーランタンを折り紙で作っていきます。このかぼちゃのお化け、このように両側に羽がついた、とっても楽しいかぼちゃです。では作っていきましょう。使う折り紙は1枚です。今回は大きめの 17.5 センチ四方の折り紙を使います。その方がこの羽が作りやすくなります。かぼちゃなのでオレンジ系の折り紙がいいですね。そしてまずこの折り紙を3等分の幅にそれぞれ縦横折っていきます。このようにまず3等分の見積もってぴったり3等分になるように折っていきます。反対側も3等分に折ります。もしぴったり3等分に折れる自信がなかったら、定規で長さを測って折るのもいいですね。このように縦横それぞれ3等分に折り目がつきました。まずここの下の折り筋で下の縁を上に折り上げます。次にここの縁とここの折り目が合うようにここの斜めの線で折ります。そしたらそのままここの折り目で折ります。ここの先端は三角形になるようにこのように折ります。そしたらこの部分を立ち上げて一度反対側にも折って折り目をつけておきます。立ち上げてここに指を入れるようにして開いてこのように三角形になるように開いております。こういう向きに置いたら一度裏返します。こことここの角を結ぶ線で上の角を下の角に合わせて折り下げます。はい、表に返します。今度は上の角をそれぞれ下に合わせて半分に折ります。次はこことここのそれぞれの縁を中心に合わせて一度折り目をつけます。
り目をつけたら、この折り目で裏に縁をそれぞれ折り込むようにします。このように裏側に折り込みます。こちらもそれぞれの縁が中心に合うように一度折り目をつけて裏側に折り込みます。はい、そうすると中心にこのようにひし形の形が出来上がりました。裏返します。ここに折り筋がついていますが、この折り筋でそれぞれ上の角を下の角に合わせております。次はここの縁から少し内側に入ったところ、このあたりで下の角を上に折り上げます。こちらも同じように縁から少し内側のところ、ここの線で下の部分を上に折り上げます。今度はここの中心の縁が外側の縁に合うように、このように折ります。こちらも中心の縁が外側の縁に合うように折ります。折り目をつけたら一度開きます。そうするとこの折り目の先端がちょうどこの部分、折り目の先端がこの部分になりますが、この今印をつけた部分が先端になるように真ん中に指を入れるようにして開いて、ここが角になるように広げております。こちらもこの印の部分が先端になるように開いて、このように開いております。ちょうどここに斜めの折りができる感じです。次はここの縁が
ここの斜めの線に合うような感じで、このように内側に折ります。今度はここの縁とこの外側の縁が合うように折ります。もう一度ここの縁が外側の縁に合うように折ります。こちらも同じで、まずこの上の縁がここに合うように内側に折って、そしたらここの縁とこの縁が合うように折って、もう一度この縁と外側の縁が合うように半分に折ります。そして今折った部分、しっかり折り目をつけておきます。一度今折った部分をこのように開きます。そしたら折り筋がたくさんついていますが、この折り筋を山折りと谷折り順番に交互になるように折っていきます。今それぞれ折り目に印をつけますが、赤と黒で印をつけましたが、黒の部分は谷折り、赤の部分は山折りになるように折り目に沿って交互に山折りと谷折りを繰り返します。山折りと谷折り順番になるようにこのように折り目をつけ直しました。反対側も同じです。谷折りと山折りを順番に折り目をつけ直していきます。黒の線は谷折り、赤の線は山折りに折り直します。はい。そうしたら上の角、下の角、それぞれ少しずつ内側に折り込みます。はい、表に一度返します。そしたらさっき折った部分を、山折り谷折りの部分を広げるとこのように羽の形に折れています。そして今度はこの両側の角を少しずつ内側に折り込みます。
折り目をつけたら、今折った折り筋でこの角を裏に折り込みます。こちらも今折った折り筋で角を裏側に折り込みます。はい、これで羽根付きのかぼちゃ形が完成しました。あとはかぼちゃに顔を描いていきましょう。ペンでこのように好きな顔を描いてください。このように黒の紙を目と鼻と口を切り取ったものを貼り付けてもいいですね。今回はこの切り取った紙を糊で貼っていきます。はい、このようにかぼちゃの顔ができました。皆さんもぜひかわいいかぼちゃの顔を描いてください。羽がついてとってもユニークなかぼちゃのお化け、ジャックオーランタンです。ぜひ皆さんもハロウィンに作ってみてください。このかぼちゃ作ってみたいなと思ってくれたら、ぜひ下のグッドボタン押してくださいね。